はい、今回は、阿波踊りの闇を感じる点と壮絶な裏側、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、数日前にあった阿波踊りなんですが、この件のですね、壮絶な裏側っていうのは、何か結論を先にお伝えさせていただきますと、台風で大雨の中、強行したわけですね、でその中でですね、踊っていたのは大人だけではないんですよ。 子供も踊っていた子供も踊らされていたんで風邪ひくだろうってそういうことも関係なく、えー、やる本当にもうね、えー、今だけ金だけ自分だけっていう、まあ、その腐敗した政治家みたいなものがこの阿波踊りの裏にあるんですね。 あのお,お祭りっていうんですか、なんかよ,よく分かりません、訳分かりませんけど、そういうなんか空気で行きますけど、全然意味が違うっていうことです。で、今回の件に関して、えー、こちら注目されてるんですよ。だから、あまあ、別に僕はそんなお祭りとか、ね、そういったもの、詳しくないんですけど。 まあ調べて思ったことということでお話ししていこうと思うので今回もよろしくお願いいたします。まあ今回ですね、このお盆の時に台風7号が来ていましたね。で台風っていうのはあ事前に注意しなくてはいけないわけですよ。何かね、えー、あのそのそ地震とかそういったことが起こる災害が起こる可能性があるんで。 事前に注意しないといけないいいとけんですよで台風が来ているえ気をつけないといけない中に置いてえこのやったのがこの阿波りなんですよね。でこの阿波りってまずですねいくつかこの闇を感じるっていうか、まあ、でたらめ、まあ、あのこういうのを大体言うってほとんどね利権に関する多分でたらめがあるんですが。 まず、ですね、まあ、この比較対象される2つのことがあるんですよ。それは何かというと、徳島県の阿波踊りとです、ね、岐阜県の九条踊りなんですね。お盆中にですね台風が迫ってきていました、徳島県の阿波踊り、こちらは強行開催しました、岐阜県の九条踊りっていうのはすべて中止したんですね。うん、これ、中止するっていう選択が正しいんですよ。 でここでですねタ、えーまあ、らめがバレた、うん、もう本当にわけわからないんですが、こういったことなんですね。阿波踊りでは8月14日に、えー、徳島市の市長が、えー、開催中止を要請したが、実行委員会が開催を強行したということになっています、うん。徳島市の市長はあ中止を要請したんですね。と、うん、いうことなんですよ。しかし、えー、実行委員会が開催を強行したという流れになってるんですね。 でえー、この流れを、詳細を見ていくと、ですね、えー、徳島市のお、まあ、市長かな、内藤っていう市長が、えー、徳島市として今後、台風の影響が大きくなっていることが見込まれるので、阿波踊り実行委員会に対して中止を要請しましたが、実行委員会は阿波踊りの開催を決定したとのことです。あ市長はああの、中止するように言ったのか、えー、っていうように思うじゃないですか、しかし、全くのデタらメだったとっいうことが分かってるんですね。 なんでかっていうと、実行委員会の人がこれは嘘であるっていうことを言ってるわけですよ。阿波踊りを強行開催した件について、徳島県、徳島市長がですねやめてくださいっていう話はなかったと、実行委員会の山田稔氏が言っていると、出ました、でたらめっていう話ですね。この徳島の市長っていうのは、この内藤さわ子っていう、えーこれ、これはですね、やめるなんていうのは言ってないわけですよ。 背後の利権があってねそしてあたかもなんかこうね自分は辞めると言ったんだみたいなでたらめを言って、えーね、実行委員会がやったんだっていうねそのでたらめです。 あの実際、この徳島の市長、虚言を繰り返しているっていうことが言われてるんで、うん、ひどい話ですよ、だから台風が来たって、なんだって強行にやるっていうです、闇を感じるわけです、ここにね。でそれはなんでかっていうと、阿波踊りっていうのは徳島の観光利権として、えー、もう,、まあそう、なんていうのかな、どうしてもやるっていう、うん、利権利益をもう、なんていうのかな、あ 手放さないというねてんか阿波踊りっていうとお祭りとかなんとかっていう感じかもしれませんが裏にはもうねべったりとしたあ金儲け真っ黒そういったものがあるとで、えー、これに対してね全く別ですけど岐阜県の九条踊りっていうのは8月15日だったんですが全て中止になったということですね、うん、このかこの判断が正しいと思いますだってあの 危ないじゃないですか。台風が来てるの普通に考えて、うん、で。 もしその中で強行してね、何かあったらどうするんですかっていう話なわけですよ。で、この阿波踊りとかって聞くと、なんかそのお祭りとかね、なんかそういったイメージがありますけど、実は裏に大きな利権があるんですよ。そういったことが今回の件でわかると。で、この利権がですね、本当にひどいんですよね。何がひどいのかっていうと、この8月14日の午後9時13分に、徳島に暴風 警報が出たんですが、えー、まあ、あそんなことは関係なくまあ阿波泡踊りを、えーまあ、強行したわけですよ。でしかもね、ね、えー、こののなんていうのかな、うん、こうお金の話が出てくるんですよ。でこのな,なんて言っているのか分かりませんがその台風で見づらいとかっていうことがあったのかわからないですけどそこ,こなんですよ1人当たり積料が20万円ということがあったって意味がわからないじゃないですか普通に。うん あのひどすぎる利権だと思いますけどね、阿波りを見に行く台風が来ていて、なかなか見れない、一、えー、人当たり、えー、席20万円が用意されていたとかね、信じられない金額の高さですね、この今の日本経済の、えーまあ、景気の悪さ、国民生活が疲弊している中、で、えー、こので阿波、ね、泡踊りをよりよく見せるために芸能人の宮迫博之とかっていうのも来て、えー、宣伝して,していたわけですよ。で この今回の阿波踊りの開催するとかしないとかって賛否両論が分かれているっていうことみたいなんですが僕は単純にね台風が来てるから危ないじゃないですかやめた方がいいと思うんですよだってそんなもし何かあってね人がね亡くなるようなことがあったら取り返しがつかないわけじゃないですかなんでそのね悪天候の中に強行してやるのかわけ分かりませんだからこれは闇っていうのはこの 巨大利権でですよねでこの市長もね、えー、その中止するとかって嘘をついて、えー、強引にやるっていうまあ、そういった話あとですね、えー、この 席料が20万円っていうもうちょっと感覚が理解で僕ねできませんけどそういったことがあります。で、このですね、今回の阿波踊りの壮絶な裏側っていうのはこういう大人たちの金銭、利権そういったものもあるんですがそれじゃないことがあるんですよ。はっきり言って。な何かっていうと、まあ、こちらを、えー、投稿されてる方っていうのは少数の方だったんですが僕は別にね、この今から言う少数の考えのご意見が正しいと思いますし僕もそう思います。えー、何か っていうとう阿波踊りの壮絶な裏側、ですね台風の中、雨の中、踊ってるのは大人だけではないわけですよ、子供もですね台風がこの接近して大雨の中、ですね、えー、まあ、ずぶ濡れになりながら子供も踊っていたということで、これ、一部声が出てるんですよ、子供風邪ひいてないかなって心配だなって言ってるわけですよ、え子供にこんなことさせるのっていう話なわけじゃないですか。 まあ大人がするんだったら、まあ、それもおかしいですけど、まあ、大人がするんだったら100歩譲っていいにしても、子供にね、えー、風邪をひくような、そういった懸念する中で、うん、この阿波りに参加させるわけわかりませんよね。で、さらに、わけわかんないのは、このねえ、赤量一人20万円とか、そういうのもわけわからない。うん、本当、利権だけですよ、この阿波りとかね。うん あのまあ最低だと思いますけど別になんかお祭りかなんか知りませんけど僕興味ないんでねそんなこと別にどうでもいいんですけど、うん、雨の中子供を踊らせて風邪をひくそれも全く無視で一人当たり積料が20万円おかしいと思わないのかなとかって思うんですよでもおかしいと思わないようなねことを書いていたり、うん、本当かのか知りませんけどこんなことが書かれてありました。 泡踊りを見に行きました奇跡的に20枚の席が取れて素晴らしい席で見ることができて感動した大雨の中、阿波踊りを見せていただいた人ありがとうございましたという投稿があるんでまあそうかなと思います。でもさっき言いましたけどねその <laughs> ね、この阿波踊りの台風雨の中で子供が踊って風邪をひいてるってそういうところは目向かないのかっていう話なわけですよ。でそれこそこの観客だって、まあ、それは楽しみなのか分かりませんけどこういういろいろおかしいねこの台風の中で、うん、こういうようなことを言って阿波、えー、踊りはいいっていうように、まあ、そ,のそういった風潮に持っていこうと思うしようとしてるんでしょうけど僕は全く理,理解できないですし、うん、普通に考えて台風が接近してるんだから中止しろよって。 でこ阿波踊りじゃない方のね別の,この県の九条踊りの方ですよね、えこちらのこの九条踊りの岐阜県の九条踊りの方は中止してるんで、別に中止できるんですよ、しかし中止しないっていうこの闇ね、ね、うん、完全なる利権だと思います。 まあ今回はですね、このちょっと阿波踊りの件が少し注目されていたんで、まあ、こちらについて思うことをお話しさせていただきました。まあ、リスナーさんもこちら思われることを、いろいろあると思うんで、もしね、何かあれば、うんまあ、別に、あの、この強行開催するっていうのが別に考え方だから、それはそれであるのかもしれない。ただ、子供が風邪をひくじゃないですか。そういうことを配慮しろって、まあ、僕はそういうふうに思いますっていうことで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。